はい、じゃあ星のカービィディスカバリー続きやっていきましょう。前回ワンダリア跡地を完全クリアして、次あれですね、第4ステージホワイティホルンズの方を進めていきたいと思います。じゃあ早速進めていきましょうかね。北のホワイトストリートで、じゃあスタート。実際これ久々なんですよね、ディスカバリーするの。多分動画投稿してすぐかもしれないんですけど、期間的には1ヶ月近く空いてると思うんですよね。1ヶ月か2ヶ月ぐらい空いてると思うか、操作はちょっと怪しいけど、ちょっとやっていきましょうかね。ここら辺は特に何もないな、いつも通り。雪国ってええよな。まあ、季節感はちょっとあれやけど、今撮影しとんが9月やけど、もうすぐ出てて、あと3ヶ月したら12月やからな。お、駅のマニュアルをオブジェを4つ壊す。で、さっきのビーストのを壊す。これも壊せるんか。雪国でアイスは寒いで食べるわ。レンジャー難しいかな。で、これ撮影したのちょっと寝起きやからちょっと鼻声になっとうけど、そこはちょっとご了承ね。この上とかなんか怪しいけどな、壊せへんな。さ、こういうのは先にこいつらを倒しとくとええよな。よいしょ、ちょっと届かへんか。急がんでもよかったわ。OK。 でカプセルトイも集めなあかんよな。でボリューム1はなんかガチャで引き寄ったけど、もうガチャが出ませんよ。だからなんか特殊な方法で出さなあかんみたいけど、どうやって出すんやろな。どっかで話進めたらいけるのかな。それが全然バドルディの街全然探索してへんから、ちょっと話とか聞いていくのもありやな。で、おっと危ない。で、ここ壊して、ここ壊すんか。あっと、ペンギンが引っ越せとい。で、カブーが来る、取るから。めっちゃ雪玉入ってくるやん。あ、 B 連打で、B 連打でも長押しで助けれるからな。なんかやっと一体か。結構ステージ長いんかな。このレンジャーの能力持った状態で自販機かぶったら帽子かぶるんやな。他のやつもそうなのかもしれへんけど、気づかなかったわ。そうかな、レンジャーゴムにしようかな。危ない危ない危ない。これ雪玉が厄介やな。
ましょう。お、あの下になんかあるぞ。危ない。うわ、奥なんもないんかい。そのまま行くか。ボムがなくなってないか。気づかんうちになくなったわ。これどこからでも狙える？狙えた。ほんまはこれ上から狙うべきなやろうけどな。で、これが裏ステージというかあれやな。射的な。よし。で、階段ドーンと上がってくる。このまま1回で押すべきなのかな。1回で声で当ててするべきなのかな。それでミスせずにとかそんなあったら大変やけどな。右は何もないな。この下なんかやせやけどな。あ、ビーストか。ビーストのオブジェ、あれ壊し忘れとはないよな。こういうのが壊し忘れがめちゃくちゃめんどくさいよな。めっちゃ雪玉こぼれとか投げてくる。おお、アドルティー、キー3体目。なんか怪しいと思ったな。よいしょ。こっち取れてるって機械完全コンプリートもね。このカプセルトイ大事やからな。でここで頬張り。こっち怪しいんやけどな。これ壊せへんな。まずここ行けへんのかな。気になるけどな、この隙間が。行けへんもんなんか。で、中途半端にそこ開けるなや。よいしょ。で、カプセルトイか。もうなんもないな。だ。やばいな、ボム投げてくるわ。もうどうよけ言うね。そうな気もするんやけどな。壊せへんのか。なんかここ壊れそうやな。チェックポイント。で、3体目。骨がうざいな。あ、ここで降りるんか。こういうことな。でこれでやっと
を壊すっていうね。よいしょ。怪しいと思ったんやそこ。オッケー、ワドルディの救出はこれで読むわけやな。あとはビーストをのオブジェを壊すだけなんやけど、あと1個あるんかな。あそこクリアやもんな。取り逃したか。なんか取り逃してそうな感じやな。マジか。いや、あっちなんか左行けそうな感じもせえへん。時計台到達。あ、それだけか。めっちゃ短か。うっそ、ビーストのオブジェどっか取り逃しとんか。これでクリアで路地裏を見つける。それを見てへんかったな。じゃあ路地裏とビーストってのかで、ボリューム2のカプセルトイもちょっとずつ出てくる感じやな。ボリューム1はいらんな。またガチャも背中のガチャ。OK で第2ステージ。トレジャーやな。トレジャーは裏作業の方で進めていきます。じゃあこの人のホワイトストリートの続きというかオブジェと路地裏ちょっと見つけていきます。はい、1体目。お、このところ路地裏と寝てるやん。ガチャだったわ。OK、 これ路地裏はクリア。特に路地裏にオブジェがあるわけじゃなかったんか。あ、2体目ここおったんか。これで全員見つけたことになるか。 あと2体、あと3、4体と捕まえてくるわ。ここで3体目か。で、これで最後1体。OK。あとクリアするだけか。じゃあ、マニュアルオブジェを4つ壊すと、路地裏を見つけたで。で、全部クリアやな。アドルディコンプリート。 OK、 じゃあ次ここフローズンメトロ。じゃあここか、氷の地下、うん、メトロでどういう意味だっけ。地下鉄分からんけど、ここら辺なんもないな。ちょっとしたやつでここら辺なんか看板あった壊せるとかそんなんあったらおもろいけどな。そんなん特にないもんな。 OK でいこうか。で改札通ってエスカレーターに乗って、なんか滑りそうやな。よ
しょう。何が変やろな。うっせぇな、落ち飛んだ。ジャンプしたつもりだけど。なんか綺麗な絵になっとるやん、ここ。あ、それだけな。こっちはなんもないもんな。あの裏は怪しいな。はい、こっちの通り。ジャンプできひん。すべてジャンプできひんのか。そんなことないもんな。から横着はできひんな。で、電車の上、荷台の電車の上に乗る。いつやん。しよう。けどこれあれあれやろな、氷から落ちひんっていうミッションありそうやな。氷から落ちずにクリアする。いい顔したもん。あ、追加出てくるか。ってことはハンマーが必要。必要ってわけじゃないかもしれんけど。使う。あ、電車こんなとこあったんか。何すんだっけ。あ、今日お金は大事やからな。お金は大事だよって。ハンマーやからなんかするんかな、大きいな。あ、おこな、出る杭が打てったやつな。よし、あと4でクリア。もうクリアっていうか救出。じゃあ地上に戻るかな。危ない。つららが、つららでっけえな。危ない。危ない。あ、こっちまた見落としとかあるか。そんだけ、そんなわけないやな。そんだけかい。危ない。お、秘密の隠し、隠し通路2つ。なんか見落とししてそうやな。おっと、危ない。
ゴルドはゴルデだけ、敵の名前とかほんまや適当に覚えようかな、こっちだから覚えてへんのが多い。絶対これ右から行くパターンよな、ゴリ押しっていうより。あーやばい、危ねえ。あと1個、あこれか、これで3つ集まってスターになって扉がガッチャンコ。でこれ救出2体目で、隠し通路も大丈夫そうか。ありがとうワープ。こっちも怪しいよな。ほら見てみ、こんな近いとこが隠し通路2つあったんかい。よーし倒れろ、ういで無敵、無敵になって回復をドーン、駆け抜けろ駆け抜けろ。3体やって敵キャンディーとかどっかでだから使うんだろうな、それを。関係ない、こういう挟まりギミックあんま怖いよな。よし登れ登れ。ないんだよ。あーどうしようかな、こっち側はいけへんかな、上はいけなさそうやな。でもこっちか、三角頬張り、よし戻すとそこは開く、いかにも刺してくださいっていう。 OK、 あぶねえ、そこか、あにゃえいけた、いけてない、あいけた、奥に行くと水道管が破裂しとうからさらに壊そう。オッケー、ケーキ室結構順調やな。怖い怖い、この細道が、奥の細道か、コンテナの荷物調べる。オッケー、じゃあこれで一応終わりか。あ、落ちた、あかんところかい、落ちてええもんや思うと。よっしゃモグラさん、地上かなとは。うわ危ねえ、爆弾投げていかんでしょうが、これで終わりか。 OK、 地下鉄ステージクリア。でステージクリアはルーティー4体で、電車乗る各室のコンテナ全てクリア。久々じゃん一発でコンプリートする。シャッツ、
で4の3ステージ鉄組とか出た。久々の一発コンプリート。ほんじゃ次方かな。いてつく海と風と町に新しい施設ができたみたいだよ。今ワドルディ何体や。200か200だね。161やった全然やった。161で増えたのか。まあまたそれは見に行こうかな。じゃあ先に次へ凍てつく海と風と進めていこうかな。